車好きあるある。旧車ってただの古くて安い車でしょと言ってくる車を知らないやつに、スカイライン GTR 箱塚やトヨタ 2000GT の値段を見せてやりたくなったことがある。どうも皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。はい、というわけでやってまいりました、グランツーリスモスポーツの時間でございます。現在ですね、まあ、アップデートが終わって、まあ、何日か経ってるんですけども、アップデートでね、前回、こちらのね、シーズンなんやらとか、いろいろ、まあ、ここにあるじゃないですか、アップデートの情報が。はい、で、こちらですね、アップデートのお知らせということで、このバージョン 1.25 ということで、まあ、ここにね、いろいろとダーッと書かれております。どういったものがあったかっていうのをね。で、一番下のここに注目してください。その他、細やかな修正や安定性の改善を行いました。というところで、ここでね、視聴者さんからコメントをいただきました。そしてそのコメントをもとに、私は調べさせていただきました。調べました、実際にね。すると、ちょっと文章を読みますと、非公式ですね、非公式なんですけども、追加変更があったのが、R92CP、このメーターランプが点灯するようになりましたと。そして、ランサーエボリューションファイナルエディション、これが、故障表記、まあ、略称表記をランサーエボ X からランサーエボファイナルに変更というふうに書かれております。そして注目すべき点は一つあるんですよ。これも教えていただいたんですけど、 787B のアイドリング音を変更、レブリミットを1万 RPM、 つまり1万レボリューションパーミニッツですね、1万回転まで引き上げっていうふうに書いてあるんですよ、ここに。はい、つまりですよ、 787B のアイドリング音を変更してレブリミットを1万回転まで引き上げたということは、相当素晴らしい官能的な 787B サウンドを奏でるんじゃないかなということで、早速今日ちょっと 787B の実際の音をね、ちょっと聞いてみたいと思います。で、私もですね、なんかあれから、まあ、コメントでもいろいろいただいたんだけど、787B でエンジン音いい音だねっていう話はしてたんだけど、なんか結構ね、もうちょっと甲高い音のような気がしますみたいなコメントも結構いただいたんですよ。で、私も動画とかでしっかりと見たんですよ、 YouTube で 787B の実写をね。で、そうするとやっぱりちょっと音がね、すごい音なんですよ、やっぱり実写で。しかもテレビで YouTube を見るとエンジン音が結構わかるじゃないですか。で、あれで今日やってみたわけですよ。とするとやっぱりね、音が違うなっていうことに気づいたんですよ。だから今日はやりますよ、 787B 復刻、 787B で今日サルトサーキット1周だけ走ってエンジン音のチェックをしたいと思います。皆さん一緒にやりましょう。はい、ということで、まあ、1周走ってみて、アイドリング、まあ、いろいろ見てみて、そしてまあ、なんていうのかな、いろいろと確認しようかなと思います。で、これね、走行台数20もいらないんだけど、どうせならワンメイクで 787B にして、いろんな音をちょっと聞いてみようかなと思います。はい、で、僕はね、もうあえてちょっとね、今日は20番走りますからね、皆さん、今日はもうあえてもう20番にします。はい、これは理由を後々説明いたしますが、もうね、20番にして、これどうだろうね、ワンメイクにしたらうるさいかな、逆にちょっととりあえず、じゃああれにします。一旦1台で走って、1台というか少ない台数で走って、そして最後に走りまくろうそれで行こう。それで最初はね、やっぱり音聞こう、ちゃんと。うん、それで音を聞きましょう。はい、で、ここからエンジン音変わるかどうかちょっと見てみましょうね。このロードの時のエンジン音から変わるかどうか、どうだろうね。これでも前回までは1万回転じゃなかったってこと？何回転してたの？ 7000 とか 8000？ あー、これではちょっと違い分かんないね。やっぱりサルトサーキットの直線だね。はい、ということで、サルトサーキット脳死ケインで一旦、2台で走って、1台でちょっとアイドリングとかを確認して、最後に20台で走ってみたいと思います。よろしくお願いします。どうだろうね、1万回転。よし、 OK。 とりあえずちょっとアイドリングはどうですか、聞こえます？アイドリング微妙だね微妙だね。エンジン音かと思ったらアパッチだったわ。あのアパッチのエンジン音だった今。よし、とりあえずちょっと1万回転いくかどうか、まあ、ちょっと振り切ってんな。まあ、でもこれ本来ならあそこですね、まあ、ストレートでちょっとどれぐらいか。
あ、でもちょっと音変わってるね。ちょっと音変わってる気がするわ、音。うんうんうん、ちょっと変わってる気がする、少しね。じゃあちょっとストレートのところで一度検証はしますね。一応ね、もうこれバグというか、こういうの修正されたらもう検証しようがないんでね、過去の私の動画を見ていただくしかないですね。自分自身でも保存してる過去の動画を見て検証するしかないですね、一回。よし、じゃあちょっと実際はね、前回380ぐらい出たはずなんで、それを振り切れるかどうか、400キロぐらい出るかどうかやってみましょう。よし、じゃあ甲高い音出るかやってみます。どうだろうね、前回が本当何回転、8000とか9000だったのかな。あ、でもキロ数は一緒ぐらいですね、370。これがリプレイでどんな風になるかっていうのはちょっと楽しみですね。違いがちょっとあんまりよくわかんないなちょっと違いがそんなによくわかんない気がするけど、リプレイだったらわかるかな。まあまあこんな感じですね。うん、いい音ですね。よし、 OK、 これで一旦リプレイ見てみましょう。さあ、ということでリプレイ見てみましょう。あ、でもリプレイで見ると結構いい音してるかもしれない。まあ、ここはねちょっとアイドリングと思ったらちょっとアパッチの音が聞こえるんで、ちょっとここはカットします。さあ、やってきました、 787B ですね。まあこれとりあえず1台で走ってるバージョンでどれほど音が違うかっていうのは、あのストレートでねちょっと体感してみましょう。ストレートの時は私一切喋りませんので、エンジン音に注目してください。なんかいい音してるような気するけどね、前回と同じような。ではストレートに入ります。聞いてみましょう。はい、というわけで、まあまあでもいい音してるような感じしますね。いい音してるような感じします。じゃあちょっと20台で今度は走ってみましょう。さあ、やってきました、20台すべてワンメイクで 787B、 本物は3台だけ、その本物を探せ。はい、というわけでやっていきたいと思います。それではね、20台だったらどういう音になるかちょっと試してみたいと思います。よろしくお願いいたします。このなんか空ぶかしの時は音ちょっと高くなった気するけどね。さあ、ではちょっとね、皆さんには先行ってもらいましょう。でもやっぱりこう普通に走る上では結構甲高い音になった気はしますけどね。さあ、これで一気にね、この20台で一気にストレート入った時にどんな音になるかっていうのがちょっと楽しみではありますね。まあありえないけどね、この787Bが20台もないからさ、非常にありえないけども、一体どんな音になるかちょっとしっかりと試してみましょう。それではね、ちゃんと一足からローからやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よし、では行きます。
まあ、これだけじゃちょっと、比較対象がないからちょっとよくわかんないけど、いい音はいい音だよね。いい音はね。さあこれだけ近づいてどんな音になってるんだろうね、みんなね。なんかあんまり周りの車の音が聞こえないね、全然ね。はい、前回ここでねみんな突っ込んでましたけど、今回誰も突っ込んでないですね。ああ、なるほど、よし、 OK ということで、これで一回今度リプレイまた見てみましょう。周りの車の音が聞こえにくいね。おーっと危ない。では早速リプレイを見てみましょう。さあやってきました、20台で走った場合のリプレイです。まあここは多分変わらないような気がする。さあトップ集団はね、徐々にストレートに入ってきてますが、さあ私ここから黙ります。皆さんエンジン音を聞いてくださいね、ちゃんと一速から行きますからね。はい、こんな感じです。どうでした皆さん、どうでしたか。ちょっと戻りますね。はい、皆さんどうもお疲れ様でございました。柵の部屋に帰ってまいりました。さあというわけでですね、まあ今日は、まあ、久しぶりの検証動画ということで、まあどうですかね、1万回転まで、まあ修正というふうになってましたけど、前回までアップデート前までの 787B って何回転だったんですかね。ちょっとそれを覚えてないので、ちょっとあながちねちょっと分かんないですけど、それが逆に9000とかでしたらね、そんな1000ぐらいじゃあんまり変わらないなっていう気持ちもあるし、まあ、もし7000、8000ぐらいだったんであれば、まあそこそこね3000、2000も変わりゃなかなかいいんじゃないっていうふうになるかもしれないけど、まあやっぱりね比較対象がないからちょっとよくわかんないですけど、でも心なしかエンジン音はやっぱりいい、良くなった気はする気はする。うん、まあそういう気持ちの持ち方って大事だからね。気持ちの持ち方は非常に大事、そう思ってるから、きっとよりよく感動的なサウンドになってることでしょう。はい、ということで、もしねやっぱりちょっと似てきてますねっていう風にね、なんかご意見等終わりだと思いますが、皆さんねいろいろ終わりだと思いますが、またねいろいろ教えてください。個人的にはやっぱりね、もともとの 787B の音がすごい大好きだから、もう悪いっていうことはない、いい、常にいい、やっぱいいよ、やっぱりいいですね、非常にね非常に、ただの自己満足動画になってしまってるこれ。はいはい、そうじゃないけど、とにかくまあいいんじゃないですかっていう感じ。まああんまりね本当それぐらいしか言えないですけど、皆さんどうでした、聞いてみてエンジンを 787B ちょっとは近づいてますか。近づきました、だいぶね、また教えてくださいね。はい、ということで、まあ、今回は 787B が、8月29日のアップデート後、まあ、エンジン音が変わったという噂の検証ね、非公式の検証を確かめてみました。まあ、非公式ですけどちゃんと出てるということはエンジン音良くなってるんでしょう。はい、それは間違いないと思います。はい、なんか F1 の時速1000キロ出るやつもなんか修正されてるのも非公式なわけですよ。同じとこに書いてましたから。だからそれが修正されてるということは、間違いなくこの 787B も修正されてるということになりますからね、この子ね。うん、だからおそらくそれも間違いなく修正されてるんで、まああんまり変わったように聞こえないなと思ってますけど、実際変わってるんでしょう。はい、ということでそれが結論でございます。本日の結論でございます。はい、
ということで、この動画はですね、グランツリスモスポーツの検証動画で出してるか、普段通りのナンバリングのパート100何本で出してるか、ちょっとまだ今のところわかんないですけど、またね、グランツリスモスポーツとか、プロジェクトカーズ2、ザ・クルー2、いろいろやってますんで、ぜひね、よろしくお願いいたします。今声がかすれましたね。昨日っていうか、アップデート動画で喋りすぎかもしれないわ。はい。ということで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。欲しいな、これ。もう誰か買って、作レオナルド買って、これ。君だったら余裕だろ、レオナルド。